で、あれですね、この本の中で野村さんが一番初めに紹介されているのがスティーブン・ワインバーグの論文ですかね、この宇宙港の人間原理的境界という。はい、ですね、数週間前になってしまいましたね。そうですね、そうですね、7月でしたかね、あれは。うん、ああ、もうそんな経ちますか、一月。僕はちょうどワインバーグの80歳の誕生日のその日に一緒してたんですよ、そうなんですね。そうなんだ、残念だったんですけどね。うんまあ、誕生日に呼ばれたわけじゃなくて、別のイベント、ちょうどそれが彼の80歳の誕生日なんですけど、うん、あなんか奥さんもいらっしゃって、あそうなんですね、残念でしたね、なかなか、うん。この論文っていうのは発表当時はあんまりだったけれども、ものすごく後々インパクトの大きなものになった。そうですね、まあ、発表当時って僕は多分17歳なので、ないと聞いたというだけですけど、あんまり僕が大学院の最初の頃は知らなかったですね。やっぱりこれをすぐみんなが一般に学ぶようなリストみたいなのはあるんですけど、それに入ってはいなかったと思いますよね。やっぱりそんなに知られた論文じゃなかったですね。で、ここに異なる真空エネルギー値を持ったたくさんの宇宙たちがあったとしたらというお話が展開されているんですかね。で、そうですね。彼がやったのは、まあ実は彼と似たようなこと言った人は当時のやっぱりいっぱいいたんですけど、大体物理の発展でそうで、似たようにちょうど機が熟すと、やっぱりそれを考えてたトップクラスの人たちが同じようなことを言い出すっていう。だからまあ、スティーブン・ワインバーグだけにやると、まあもうちょっと怒る人が、まあいることはいるんですが、まあスティーブン・ワインバーグは丁寧にやったんですね、非常に。で、彼は何をやったかというと、みんながゼロだと思っているのが主流だった時期に、になるメカニズム、まああればよかったんだけど、ないんですよね。ゼロぐらいしか考えられないだろうって言ってゼロだって言ってただけなので、いろんな提案もあったわけですよ。で、それを彼徹底的に調べまして、この短い論文を書く前に長いものを書いていて、で、どれもちょっと全然うまくいってないと。なんかうまくいくような主張はしてるけど、こういう穴が全然ダメとか、メカニズム実は働かないとか、それをバーンと結構長いのを書いていて、で、その後これを言ったんですね。で、それはどうかっていうと、ないんだから、探してもないんだから、だと。大体結構大きな発見ってそういう感じですよね。アインシュタイン特殊相対性理論もそうで、光のスピードを方程式で解くと値が出ちゃうんだから、誰から見たってこの値が出ちゃうんだから出ちゃうんだよっていうんで相対性理論に行ったわけで、ないんだと。で、そういういわゆるなんとかメカニズムでゼロにキュッと言えるようなメカニズムはなくて、なかったらどうなんだろうと。で、なかったら、自然な値120桁も大きいんだから、120桁大きかったり、マイナスに120桁を使ったり、さっきの真空のエネルギー密度っていうのはプラスもマイナスも取れるので、でっかい、でっかい、でっかい。でも宇宙がいっぱいあれば、でっかいのもあって、でっかいのもあって、でっかいのもあって、でっかい。だからダーツをランダムに打ってても、むちゃくちゃ打ってれば、1億本ぐらい打てば、一発ぐらい真ん中の近いところにあるっていう、それです。だから宇宙が1億じゃ足りないんですけど、10の20乗以上なきゃいけないんです。そしたら宇宙、この真空エネルギーの宇宙、こ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 の宇宙、入ればそのうち1個ぐらいは、今実験で、当時は見つかってないので、まだこれ87年ってことは98年の前なんですけど、だから真空のエネルギーはこれより小さいということしか分かってないんですけど、で、ゼロだろうと思ってたわけですけど、これより小さいというのはすでに100桁以上小さいわけです。で、それをバン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 ものすごいいろんな宇宙が打ってれば、そのうち今の実験の値に当たる宇宙もあるだろうと。それだけじゃ答えになってなくて、じゃあなんでこの宇宙に僕ら住んでないんだっていうこと、大きい宇宙に住んでないんですけど、だから、もし真空のエネルギーが大きかったり、正に大きかったり、負に大きかったりしたら、そうですね、何が起こるだろうっていう計算をしっかりやった。で、やっと、その時の宇宙の、真空エネルギーのバウンドっていうか、許される枠があって、これより、負の値に大きかったり、そうです。正に大きかったりすると、実は、銀河とか何かが生まれてくるはるか前に、インフレーション、宇宙の初期のインフレーション終わって、すぐまたもうインフレーションが起こっちゃうんですよ。なぜなら、正の真空エネルギーっていうのはインフレーションなので、銀河とか生まれる前に全部薄めてしまって、温度ゼロになって、何にもできないんです。負に大きければ、負に大きいっていうのは、すごく、逆に収縮させちゃうので、銀河に生まれる前に宇宙潰れて終わっちゃうんです。だから、なんか銀河とか星とか何でもいいですけど、人間とまで言わなくても、とにかく何かができるっていうのは、本当にこの枠に入った時ぐらいしか何にもできないんですよ。そんな宇宙がいっぱいあったとしたって、そこには何もいないんですよ。だから、たまたまそういう条件があった宇宙があったら、そこにだけ知的生命体が生まれるから、逆に言うと、そいつらは観測したら必ずそういうのを見るはずで、なんでこんなうまくできてんのと、うん、ことになるってことになってるとしか思えないっていう、うん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 、だったんですね。で学生に昔よく言ってたのだから魚がこう見てるとこう H2O っていうこの変な分子しか周りにないと、まあ、簡単に見てますしかないと。でもシュレディンガー方程式なり解いてみると物理の法則見てやるともう他にもいろんな分子いっぱいあるはずで、酸素窒素だってのがあったっていいじゃないかと、うんうん、実際あるんですよ。でも魚見たらいつも H2O なのはそうじゃなきゃあんたがいないからっていう、まただけなんですね。あんたが観測してるから観測ができるためには真空のエネルギー密度は非常に小さくなきゃいけないので、逆に言うと何かが観測した時には絶対小さい、でそういう論文だったんですけど、その論文ですごかったというか、やっぱり一流の物理屋だっていうところの一つ、そこで終わらせないで、もしじゃあもしだとするとメカニズムでゼロになってるんじゃなくて、もしこういう理由で宇宙がたくさんある理由で小さいところにしか人がいないからたまたまそこのウィンドウに入ったところの人が観測すると真空のエネルギー密度は自然な値より小さくなるということになってるんだとしたら、いっぱいたまたまこういろんな宇宙があって、うん、ウィンドウに入りさえすればいいわけですよ、うん、でウィンドウに入りさえすれば人間は生まれるので、そのゼロである必要ないので、うんまあ、ウィンドウに入った時のたまたまこいつがぴったりゼロになってるのはおかしいだと、うん、逆にねあればゼロにするメカニズムあるんだからゼロになるに決まってるけど、うん、ランダムに打ってるだけで、うん、だからさっきのダーツで言えば的にランダムに打って中心から1ミリに入ったら賞金がもらえますよと、うん、でバチッてで入ってやったもらったって言った時の一発1ミリに入ったやつが1ミリのところか全くゾンマップに当たってる確率は少ない、うん、だからおそらくずれてる、うん、入りすればいいのでその入ったよりさらにはるかに何桁も小さいってことはないだろうと言ったので、うんうん、もしこれが正しければ将来の観測で真空のエネルギー密度が見つかるって言ったんです、うんうん、それが大きいんですよ。でその通り見つかったからその後みんな戻って、うん、これを言ってたのかっていうことになった感じです。すごいドラマチックですね本当に。うんうん、だから本当にマルチバースっていうのは予言をしたんですよね。見つかるより先にこうならなきゃいけないってことを言って、うんうん、実際そうなったという。でここのところから大体この宇宙がたくさんあるっていう描像が描かれてきたのかなというところですかね。そうですね、これが一つですね。これがやっぱ観測がこれ以外の理論をぶち落としたので、その真空エネルギー理論である、しかも知り合った考えを完全に違うんだからもうどうしようもないです。だったら違ったんだから、それをぶち落としてくれたので、こういうことを言ってる人はいたんですけど、ワインバーグ以外の、まあまあそういう説もあるかなぐらいだったんですけど、まあ、これ以外全部落ちたから、まあ、これ真剣に考えるしかないというふうになってそうですね、ブーストされたのがこの後ですね、98年。で、あれですね、この本の中でも紹介されている、この、宇宙がたくさんあるっていうのを理論的な示唆としてあるのが、超弦理論と言われるものなのかなと思うんですが、で、ここで超弦理論少々ということで、これざっくり言うと超弦理論とはどういう理論だって言ったらいいですかね。ここでは次元の話だけをと思ってるんですけど。そうですね。だから無茶ぶりですね。まあざっくり言うと宇宙のすべては紐からできてるとか言うんですけど、正しい言い方じゃない、正確な言い方で、正しいんですけど、正確な言い方じゃなくて、逆にそういう理論よりはなぜこう考えなきゃいけないかっていう。量子力学って僕らの宇宙は量子力学に従って動いているのはもう観測的にほぼ間違いないです。で、少なくとも僕らが観測できるようなスケールとか、時間空間のタイムスケールでは間違いなくもう量子力学に沿って動いてます。で、一方で重力っていうのがあるのも、もう、明らかにありますよね。今、遊泳してるはずなので、重力はある。で、重力はアインシュタインの一般相対性理論を使って今書いてるんですけど、アインシュタインの一般相対性理論っていうのは量子力学入ってないんですね。でも世の中は量子力学のはずなんです。だから量子力学と相対性理論、量子力学にも重力が普通の場の量子論って言われてるところのには、例えば標準模型って言われてる素粒子の模型があるんですけど、そこにも重力入ってないんですよ。今、バラバラに扱ってる。でそれでもまあなんとか両方が極めて重要になる局面が少なくて、パッチワークなんとかさばいてるというか全部できるんですけど、根本的には両方あるんだから、両方組んだ理論があるはずなんですよ。でそれを作ろうとするんですけども、失敗に失敗を重ねて普通のやり方するとできないんですね。で、これに今のところ成功しているほぼ唯一の理論がこの超弦理論っていう、まあ、簡単に言うと全部は粒子じゃなくて紐だっていうんですけど、本当はそんな単純なもんじゃないんですけど、で、しかもこの理論の、本当にこの理論は何なのかっていうのはまだよく分かってなくて、実はそのこの理論の非常に特殊な場合だけがもう解けてて、問題のように見えるとか、なんかまだ研究途中の理論なんですけど、で、そういう理論。ありがとうございます。すごいいいですね。なんかこう野村さんに語っていただくと、あーっていうなんかこう感動があります。ありがとうございます。そうですね。ここからその宇宙がたくさんあるっていうことに関して言うと、超弦理論から言われるのがこの次元の数が10個あるんだっていうところがポイントになってきますかね。そうですね。これは超弦理論っていうのは量子力学と重力を含むまあ、今ほぼ唯一の候補。もちろんそう。こっちの方が正しいんだっていう人必ずいるので、まあでもまあメインストリームというか、まあ一般の科学者が多くの人が認めうる、まともにちゃんと定義されていて、ある程度定義されて動いてるという、ほぼ唯一の理論なんですけど、ただ、この理論をうまく活かせようと思うと、空と時空の次元ですね、時間が1って、空間の次元が9、すなわち時空の次元が10じゃないと、理論自体がうまくいかないんです。だから、1たす1が3みたいになっちゃう。だから、この理論は正しければ10次元になってる。で、みんなそれが出たときに、わあ、ちょっと4次元になってくれた方がいいわけ。僕らのうちは4次元で、その意味は空間の1点を指定するときには3つの数を、こう、縦、高さを指定すると1点になると。でも、ここで会おうと思っても、時間を指定して、多分、次の人は明日来て、次の人は明後日に来たら会えないので、会う完全に、会えるように指定するためには4つの数が必要だっていう4次元ですけど、それが10個なんですね。そうすると、でも10に、明らかに9次元に住んでなくて3つで十分なので、他の6個は余剰次元、余分なので余剰次元ですけど、余剰次元は小さいんだと言ってみたら、まあ、ごまかしたというか、まあまあ小さく見えないだろうという感じで逃げ切ったのが80年代なんですね。小さいのは悪くないんですよ。そうです、そうです。ちっちゃいですね。なぜ弦のサイズ、その弦のサイズっていうのは、弦のサイズで重力が決まるので、実は超弦理論もちろん重力が入ってるので、実際入るんです。それは面白いところで、普通の理論っていうのは、量子力学の理論をやると、重力を入れるのに苦労してみんなできなかったんです。ところが弦だと思って出発すると、必ず重力が出ちゃうんですよ。消せないんです。それも多分みんなが興奮したところで、あ、重力の理論作るのにこんなに苦労してたのに、弦理論から出発すると、重力入れない方が難しいぞと。ほっとくと出ちゃうぞと。で、その重力の強さ分かってるから、ニュートンコンスタントっていう。重力の強さから弦の大きさが大体決まって、そうすると、まあ、今度はむちゃくちゃ小さい。で、だからこそ、この点粒子に見えるわけです。むちゃくちゃ小さいの。小さいところまで、レゾリューションもないので、すごく小さいに見えるんですけど、だから、まあ、そこが超弦理論のスケールなので、大体異常な次元もこんぐらいにちっちゃいんだろうと。で、これはそんなに突飛な考えじゃなくて、例えば紙の表面に住んでる人がいたとして、紙の中だけに動ける、こう、まあ、ちょっとウイルスってのは今、なんかこんなに住んでる人がいたとして、虫なんかすると、まあ、二次元だろうって普通思うわけです。この二つ指定すれば、円が決まるので、空間は二次元だと。で、ところが本当は違って、もっと拡大してやると厚みがあるから、実は進み方向も決めないと、ものすごい拡大して、ものすごい小さいものにとっては、実は3次元なんですね。というような感じです。だから、これ自体はそんなに、むちゃくちゃなこと言ってなくて、その僕らの3次元の方向の、まあ、直角方向という、この場合の厚みみたいなものの方向に6個次元があって、で僕らは大きすぎるから、その、大きさを、というので、まあ、そうですね。それが80年代ぐらいにそういうふうにやってたんですね。で、この6次元っていうのが、まあ、そのすごいちっちゃくて、こう、ビシャッとこう、なんですか、絡み合ってるみたいな、こんなこれ、ウィキペディアからお借りしてきましたが、絡み合う多様体というですね、こんな感じで、本当は6次元がぐりゅっとあるんだと。ぐるっとあるんです。それはあれですね、私たちがいるこの4次元軸、3次元空間の各点にこう、本当はこのちっちゃい次元がくっついてるんだと。そうです、そうです。ぐちゃぐちゃになってる。各点にっていうのも、まあ、説明すると、本当簡単で、四輪がさらに2次元と3次元じゃなくて1次元と2次元にしちゃうと、こう電線みたいなのがあってすると、大きいスケールからすると1次元に見える。単にこう X の値を決めてやれば1点が決まると。ところが拡大してやるとこうシリンダーだとこっちの円周方向もいけないといけないんですよね。ってことは一次元の各点各点に円がついていると思うんですよね。それぞれの点に円がついていると思うんですね。一次元がそういう意味です。だから各点各点にこの点にも6次元方向があって6次元方向があってこの点にも6次元方向があってっていう、まあ、全体に6次元がついている。今こう普通に暮らしているんだけれども、これが正しいとすれば、本当はこうしている、ここにも本当はこの辺にも本当はぐちゃぐちゃぐちゃっとこのちっちゃいやつですね、10の前の、うん、そうですね、これじゃちょっと表せないですもん、本当はあるんだっていうところですね。そうです、でそれはもうレゾルブできないので、逆に言うと僕それを平均化したような世界を見ているので、でも平均化してるわけだから、実はその性質によってるんですよ。だから6次元の形が変わったら、僕らの宇宙の状態が変わるように見えるんです。具体的には何が変わるかっていうと、基本的なものだと思ってた実は素粒子の、種類とか、質量、性質とか、電荷というか光子があるかどうかすら変わっちゃうので、形を変えると思う。そして真空のエネルギーも変わる。僕らが見た時の真空に対応するものも変わるんです。だから宇宙がたくさんって言ってるけど、これによればたくさんの種類ですね。これ結構してる人がいて、たくさんの個数の話をしてなくて、マルチの宇宙がたくさんあるって言ってる時は、まあ、たくさんの個数もあるけど、たくさんの種類があるんです。で、それぞれが真空のエネルギーが違って、素粒子の種類も違って、素粒子の性質も違うというような、この6次元の方向が違う形に収まった時が全部それ違う形に対応しているという感じの理論だったんです。っていうのは、この違う種類のところに行ってしまうと、光速っていうのも変わってくるんですか？まあ、フォトンがあると思ったんですけど。そうですね。そうなんです。ですね。そうです、そうです。光速というのは光のスピードのことですよね。そうです、そうです。光自体がない宇宙がほとんどだと思います。そういうことになるんですね。アインシュタインの特相対性理論は何なんだと、光速だと言ってるじゃないですか。そういう質問をよく僕も受けたりするんですよね。光速で光がない宇宙ではどうなるのかと。アインシュタインの特相対性理論なり、一般相対性理論が壊れちゃうんだ。光自体がないと。あれ、光速じゃないんですね、ある意味。じゃないんですよ。そこがすごい。相対性理論が言ってるのは、スピードに絶対的な上限があると言ってる。で、これ以上のスピードっていうのは考えられないっていうスピードがあって、例えば、普通はこの物が飛ばしていたら、いや、後ろ押してやれば加速するだろう。もっと押してやれば加速するだろう。で、そのスピードよりもっと押してもいいば加速する。もっと押せばもっと加速するから、どんどん加速していけばいいやん。思うけれど、実は、エフェクティビティとか、どういうことが起こってるかというと、加速していくと、運動エネルギーが増えるので、E イコール MC 事情からするとエネルギーっていうのは事実上質量なので、まあこれちょっと本当に正確じゃないんですけど、質量が重いと同じ力を加えても加速しづらくなるんです。でもちょっと速くなると、そうするともっとエネルギー、マスが、質量が増えちゃってエネルギーが増える。だからいくら加速しても、あるスピード以上に絶対に上がらないっていうスピードがあるんです。で、そのスピードの壁、だから絶対温度0度みたいな感じで逆にマックススピードみたいなので、それが僕らが高速と言ってるスピードなんです。だからそこより早くはどんなに加速しても近づいても絶対到達できないし、なぜなら質量がそこになる。そこに近づくとどんどんその質量がもっと2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、7倍、8倍っていって無限倍になっちゃうので、そこまで到達できないんです。でもところが元々の質量がもしゼロだったら、ゼロに2倍してもゼロだし、ゼロに3倍しても、だから質量がゼロのものはそのマックスまでいけるんですね。ゼロかける無限大っていう、まあちょっと数学感じですか。で、そういうもの、静止質量っていうものがゼロのもの、実は止まれないんですけど、数学的にはもし止まったとしたら、質量がゼロのものっていうのはその最大限のスピードでいつも動いてるわけです。で、僕らの宇宙ではたまたまその光っていうものが、フォトンが質量ゼロなんです。それだけです。だから、質量ゼロのものがあれば、そのスピードで動くんです。それは光のスピードというよりは、自然マックススピードである。で、実は僕らの宇宙にも重力を伝える重力子っていうものも質量ゼロだと思われてるし、まあ理論的にはいけないので、ゼロだと思ってるから、全く同じスピード動くはずで、だから、この間重力波が見つかりましたって言って、重力波が伝わってくるスピードも、いわゆる高速なんです。重力波は光と関係ないんですけど、同じ性質である質量がゼロだという性質を持ってるから、そのスピードなんです。ってことはこれ、その違う種類のところに行っても、制限スピードっていうのは、これ、同じ状態になるんですか？そうです、そうです。素粒子の質量が、だから、マルチバースであるのは、すべてびちゃになっちゃう、量子力学も変わっちゃったら何もできないので、うん、そうじゃなくて、うん、僕ら粒子とか言ってて基本的だと思ってたうちのいくつかは実は基本的なかったと。うん、けど量子力学なりその相対理論っていうのは、まあ、光のスピードがうまく入って、うん、そういうフレームワークは同じが、うん、実はいろんなものが変われると。地球の上で見つけたそのニュートンの法則とか、うん、地球は何%この金属からできてこの金属からできててみたいなのを僕らの世界はこういうもんだなと思ってたのが実は火星にして火星に行ってみて組成なんていうのは全部変わってる、ニュートンの法則は同じなんです、うん、それに近いです。だから量子力学とかそういうフレームワークみたいなものは一緒だけど、その上に素粒子というのを載せるわけです。実はその量子的場の理論と量子力学、量子重力の理論を保ったまま、素粒子の数を変えられるんですよ、簡単に。その6次元の方から変えればいいわけだから、形を。で、そういうものは変わったところもあると言ってるだけなので、全部がぐちゃぐちゃになるわけじゃなくて、基本的な性質だと思ってたいくつかが、実は基本的じゃなかったと。光がなかったところで、最大速度自体は最大速度なので、その宇宙に質量ゼロの素粒子があれば、僕らの法則と同じ。3×10⁸ 乗ぐらいの。そうです、そうです、そうです。僕らの単位で言うとね。で、重力は必ずあるので、重力は絶対そのスピードで動いている。あれ、重力子の質量っていうのは、どこの宇宙でもゼロのはずなんですか？そうですね、ほぼゼロのはず。そうすることもできるっていうのもあって、ちょっと汚いというか、強引というか、まあ、ほぼゼロ、まあ、基本的にゼロだと。で、重力というのはスペースタイムそのものなので、普通こう場を入れて電磁場があって、それが揺らぐと光子、フォトンに見えると。で、電子場があって、それを揺らぐと電子に見えると。このように、例えばヒッグス粒子が見つかったっていうのは、宇宙にヒッグス場があったということなんだけど、僕らの宇宙にね、他の宇宙にないですよ。空間自体は常にあるじゃないですか。まあ、空である限り。で、それの揺らぎが重力なんですよ。だから重力っていうのは必ずあるんです。で、空間がある限りがあって、で、基本的にその性質は空間っていうことで決まっちゃってるから、で、質量計算するとというか、ゼロなんですね。なんかあれですね、そのやっぱ重力っていうのが本当に、何ですか、根源的なというか、そうです、そうです。ですね、一番なんかこう、そのどの宇宙に行っても変わらないところを占めているっていう。そうなんです。合ってる？合ってます、合ってます。で、なぜかというと、重力っていうのは空間からです。アインシュタインが言ったように重力というのは空間が歪んでるだけで、いわゆる重力というのはそれがこうポコッとさっき言ったように揺らいでその飛んでいくようなもんなので、時空というのを考えた時点で重力があるから、時空に粒子を乗せましょうって言った時にどういう粒子がありますかっていうのは選べたとしても、時空に行ってる限り重力は絶対あるんですよ。その構造が超弦理論には元から入ってるんですよ。量子力学の理論であるにもかかわらず。だから、それが、非常にエキサイティングだ。本当ですね。ありがとうございます。それで、あれですね、この余剰次元の構造っていうのが、いろいろ種類を決めるんだけれども、それが、さっきのあれですね、ポテンシャルエネルギーっていう図で言うと、こんな感じでイメージとして表せると、あれですね、さっき、場の値って言ってたやつが、余剰次元の構造に対応している。そうですね、そういう図ですね。その余剰次元の形を変えると、この水平方向に動くという図を書きましょうと。すると、余剰次元がこう、形が変わるとやっぱりエネルギーが変わっていくので、で、エネルギー一番低いところに落ちようとして、実はこう、いくつもこういう、安定なところがいっぱいできるんですね。で、これも、すごく一般的な現象で、その6次元の形を決める式っていうのはアインシュタイン方程式なんですけど、非常に簡単な式なんです。さっきお見せいただいた R ミューなんとかみたいな。でも、シュレディンガー方程式っていう、量子力学の式も簡単な式だけど、それ素と酸素と窒素をなんか3種類ぐらいぶち込んで、で、どういう構造ができますかっていうと、安定な、ちゃんと長い間存在しうる形だけであって、タンパク質も何万種類の、とか、いろんな構造ができるので、これ出てきますね。一つ、法則は簡単でも、ソリューションっていうのはものすごいバリエーションができるんですね。これの例で、アインシュタイン方程式非常に簡単でも、どういう6次元の形が安定で存在できるかっていうのは、いろんな形が存在できて、で、それに対応して僕らの4次元の人たちは、全然違う素粒子の種類とか、真空エネルギーの数とかを見るんです。で、やってて、90年代もずっとやってたのは、でも僕らの宇宙はこの素粒子の標準模型だというのは知ってて、クォークとあって、レプトンっていうのがあってっていうふうになってるので、どういうメカニズムがその僕らの宇宙をセレクトしたんだろうかと。またメカニズムがあるに違いないから、メカニズムが僕らの宇宙が一番ここに必ず行くようになってるに違いないとずっと思ってたんですよ。ところがさっき言ったように98年の後にいろんな宇宙があって、たまたまのところに僕らがいるだけだ。だから今自分が生きてるところに必ず落とさなきゃいけない理由どこにもない。考え方自体がものすごい変わっちゃって、いろんな種類がありますっていうのがないとワインバーグの議論成り立たないんだけど、いろんな種類の。それが超限理論に元から入ったんです。せっかく入ってたのに、それをなんか6次元の余計なものが出てくるからもう、もう忘れたいっていう感じだったんですけど、忘れちゃったらこれできないです。これ6次元の形が変わりうるから、僕らの4次元はいろんな種類ができて、だからワインバーグの議論ができて、98年の観測結果は説明できるので、あと考えたら理論は全部入ってたよということになったんですね。あれもなんかこうちょっと鳥肌ものというか、すごいですね。なんかそのこれは何だろう、数学の力なんですかね。なんかそのアインシュタイン方程式とかもそうなんだと思うんですけど、その後からその数学のところが予言するものが正しいことが分かるっていう。そうなんです。でその都度こうやっぱり先入観があって、アインシュタインだってアインシュタイン方程式を書いて、実はアインシュタイン方程式を書いて普通に宇宙に当てはめて解くと、宇宙自体が膨張してるか縮小解しかないという結果が出て、そんなはずはないって言って彼は式を変えて宇宙、同じ宇宙っていうのは宇宙なんだから、ずっと未来永劫は決まってると思い込んでたから、変えちゃったんですね、これ。でその後にエドウィン・ハブルとかルメールとか、そこら辺の人がこう本当に宇宙観測的に膨張してるのを見つけて、俺の一生涯の最後って、言ったと言われて、本当に言ったかどうか分からないんですけど、アインシュタインぐらいの天才でもそうなんですよね。式信じきれないんですよね。そういう例はいっぱいあって、多分マニアだから知ってらっしゃると思うんですけど、ディラックが電子の方程式を書いたときに、解を見ると電子があったら、同じ質量で電荷反対の粒子がなきゃいけないって式が言ってるんだけど、そんなもの見つかってなかったから、これは電荷が正反対ということは陽子を予言したと。質量が同じっていうのはなんかちょっと式のミステイク。式を正しく変えれば陽子になるって言ったんですけど、実はその後陽電子っていうポジトロンっていう電荷反対のものが見つかるわけですよ。ディラックも天才です。天才でもそうなるんですね、やっぱりその、こんなもので宇宙がいっぱいあるって、そんなのも丸めて忘れてしまえっていう、典型的な例。いやすごいですね。で、その宇宙がこれ十分に安定な6次元空間も10の500乗くらいかそれ以上出てくるっていう計算としては。そう、10の500というのもすごい適当です。多分5000とか10の1億とかぐらいはある。とにかく、すごくいっぱいってことですね。そうです、そうです。少なくともこれぐらいは初期の段階で人が数えたっていう適当な。とにかく、そうすると、宇宙がたくさんあるっていうのは理論的にも全然言えるねっていうことになってきたというところですね。で、これがあれですね、本当に実際に現実のものとしてこういう宇宙があるかっていうのを考えるのに、さっきのこの図をですね、一番簡単化したやつとして紹介してくださっているのが、この2つの宇宙っていうのを考えましょうっていう図になるかなと思うんですけれども、さっきのすごい単純化して、2個だけだったら、極端値が2つ。さっきのバー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 っていっぱいあるのが2つ版みたいな。こっちが4次元の構造、これが場の値に対応しているところです。そうです。場の値なり、4次元の形なり、そんな。で通常はですね、この極小点のところに入れば安定なんだけれどもっていう。そうですね、こう2つあったとして、例えば高いところから出発したとすると、場の値ここだとさっきも言ったようにインフレーションっていう加速膨張が起こるんですね、正であれば。ボーンと加速膨張していると。普通ならそれで終わりなんですよ。ここからここに落ち着いちゃって、いっぺん落ち着いちゃったら山登らないですよ、勝手に。普通は。だからもうこれで終わりなんですけど、実は量子力学考えるとそうじゃなくて、飛んでいこうかって聞いたことあるかもしれないですけど、なんか彼は普通の量子力学じゃなければいけないところにある確率でこう飛んでるんですね。だから飛んでる効果っていうんですけど、あの図みたいにポンとトンネルして、もうある確率でトンネルするんですけど、その確率でトンネルすると、一旦トンネルした後はもうこう、さっき言ったように、そこに落ち着いていって、この振動のエネルギーっていうのはどん粒子のエネルギーに変換されて振動の振幅が小さくなっていって、で粒子だの宇宙に、まあ、なるということになる。このトンネルしていってこっちに行くと、その新しいところが泡のように見えるんですね。A の宇宙、B の宇宙って書いて、A の宇宙の中に B の泡ができて広がっていくみたいな感じで見えることになる。このトンネルするってやつが、この、あ、ここですね。そうです。総転移の例でお話ししてくださってるやつ。そうですね。これを総転移ですけど、今言ったやつ、1位の想定にしてるんですけど、泡って泡が広がっていくんですね。で、この現象自体は宇宙とかなんとか言い出さなくても、水の蒸発自体もこう、こっち側が水で、こっち側が水だとして、温度が高くなると、その場合のポテンシャルって温度によるんですけど、温度が高くなると、こう、水蒸気に行った方が安定なんですね。で、それがトンネルみたいな効果で、行くんですけど、で、そうすると、水の中にやっぱり泡ができるんですよね、バブルが。水蒸気のちっちゃいのができて、でボコボコボコってなってって、大きくなってって、最後は全部水蒸気に変わって、でそういうふうにして、A の方から B の方に全部流れましたっていう感じなんですけど、宇宙の場合違うのは、その A だと、膨張してるわけですよ、加速膨張。だから A の中に B の泡が生まれて、実際大きくなっていくんですけど、大きくなっていくより、A が広がるスピードが速いので、こういう普通のと。B がボコ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 って生まれるけど、全部 B にならずに常に A のところに取ってて、ずっと B が生まれ続けるっていう、なんか構造になるんですね。これはちょっと昔の人は困ったぞっていう感じになっていて、最初のインフレーションっていうのはこういうふうに提案されたんですね。アラン・グースとか、いろんな似たようなアイデアはいろんな人がいて、日本の佐藤さんなんかも言ってますけど、そうすると、ここでインフレーションが起こってて、終わらそうと思って終わんないじゃないですか、これだと。だって泡で終わらそうと思ってるのに、全然泡の間の空間の方が早く広がっていくから終わらないと。でもインフレーション終わったはずなんですよ。宇宙初期のインフレーションが、終わってビッグバン宇宙になったはずなので、これは問題だと言ってたんですよね。で、一つの解としては、だからこういうポテンシャルじゃなくて、さっき言ったゆっくりいって、全体がこう転がっていって、実際こう、真空のエネルギーがあるように見えるけど、実は極焦点じゃなくて、だらだらだらってしてるから、そう見えるだけで、で、終わったんだっていう。昔は。ただ、この現象自体はやっぱり80年代にはもう知られてたことなんですよ。これがこれが起こるはずなんです。永久インフレーションって呼ばれるやつ。そうです。そうです。永久に終わんないので。これはあれですよね。その A っていう宇宙の真空エネルギーが正の場合が、正の場合ですね。なんだろう、全体が広がっていくから終わらないっていう。そうです、そうです。だから、正である確率がないとダメです。やっぱり最初からだったらもう潰れてほしい。正じゃない場合は、もうこれ、ないっていう。そうですね。だから、その本当の時間とか空間の本当の始まりはどうだったかっていうのは、まだ議論の説言ってる人がいて、僕自身も自分の言ってることありますけど、そこはちょっともう本当に分かってないところなんで、正から始まったとしたら、どこでもいいので正から始まったとすると、こういう現象が起こるんですね。正の時、そうですね。これ途中でなんか例えばこの B が、負だったっていうこともあるんですか？そしたら B は潰れてしまう。A がこうなりつつも B は生まれては消えそうですね。消える感じですね。中にいる人から見ると、潰れたように見えて、密度がすごくでかくなって、でそこから本当に潰れるってどうなるんだっていうのはちょっとよく分かってないんですけど、少なくとも一般相対性理論が使えないぐらい高密度になってしまうっていう。そういうのが生まれていく。そうですね。で、これが、次いきますね。で、さっきのですね、ポテンシャルのところが、こんな感じで、泡が生まれていくかのように、いろんな坂を下っていく。トンネルです。これトンネルして。トンネルして、違うところに、エネルギーが移動して、いろんな種類の宇宙ができていくっていう。そうですね。だからさっき言ったここに止まってたら、トンネルしてある確率で下に行くっていうことを言ったんですけど、これは2個しか考えてなかったんで、実はこういう極焦点がボコボコいっぱいいろんな形で、それが6次元の形に対応してるんですが、あるから、1個から始まると確率的なプロセスなので、量子力学的なプロセスなので、こっちの方に行ってここに落ちたり、こっちの方に行ってこっちに落ちたり、こっちの方に行ってこっちに落ちたり、確率的にできる泡が違う。しかもそれ終わらないんですね。泡ができて、泡がもう、その泡と泡が早いので、また泡ができると、さっきと違う2個だけじゃないので、ありとあらゆる種類の泡がどんどん出てくる。で、そのありとあらゆる違う種類の泡っていうのは、6次元の方向の形が違うものに対応していて、そうすると、すなわち僕らから見ると素粒子の種類とか、真空に違う宇宙が泡の形でバンバン生まれて、いろんな宇宙が、だからまさしくワインバーグが言った設定がバッチリ入ってる。だからインフレーション模型みたいなこの加速膨張を解くと、こうなって終わらないからこそ、予言理論が実は予言していたものすごいたくさんの種類の宇宙が実際に泡としてボコ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 ででき続けてっていうピクチャーが実は入って、実は両方の永久インフレーション理論も超限理論も80年代70年代の理論なので、うんうんうん、あったんですよね、はいはい、特にそれの本当に意味するところが明らかになってきたのが今世紀という、加速膨張の発見を経てのところ。そうなんです。だから普通理論屋の役割ってそういう役割だと思って、実験しない人たちなんですね、僕ら理論屋、はい、役に立たない人たちに見えるんですけど、例えば観測で宇宙は加速しているっていうのが分かったって1個のデータから何を意味しているかっていうことをできるだけそれを考える専門の人は今の世の中必要で、なぜなら観測する人たちっていうのは本当にテクノロジーの最先端でやってるから、彼らは彼らでもうどうやってテクノロジーをその精度を上げるかでお金を取っていくかってやることいっぱいあるわけですよ。でも本当にものすごい精度で競ってるわけですよね。だからそんなことやってる時間あんまないんですよ。で実験やってる時間ないし、お金集められないし、それから寄付してくれたら嬉しいですけどで、やっぱり分業になっていて、ここは理論物理学が非常にエキサイティングな役割を果たした、今世紀の初め、まだたった20年10年前ですね、すごいドラマチックな今その時代に向き合ってる。そうなんですね、何も起こってないみたいなことを言う人がいて全然違いますね。ものすごい革命的な、どんどんこう発展していってる、むしろ発展が早くなっている印象もありますけれども。そうですね、まあ、ただ小さくなっているとはなってます。量子力学の確率とか、からアインシュタインの相対性理論に行ったぐらいの革命なのかって言われると、そんなに変わらないような気もしますよ。宇宙がたくさんあるとかものすごい大きな革命だと思うけれども、普通は大体細分化されていってしまうのはしょうがないですよね。DNA の発見ぐらいの発見があるかと、そうそうはないですよね。なるほど、でも非常に面白いですね。これを絵にしたのがこんな感じだと、超限理論の4次元と永久インフレーションを組み合わせれば、こうポコ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 たくさん生まれてきた中の一つの宇宙に私たちがいるっていう、その意味が得られるってことですかね。そうです。でポイントはだからほとんどいっぱいいろんな種類の宇宙が生まれて、ほとんどのところは何も生まれないってことなんです。それがワインですけど、で何も生まれないところには何もできないんですよ。僕らがそこにいないって選んでるわけじゃなくて、このところはもう何もできないんです。で、たまたま条件がすごいいいところだけ、それはものすごい低い確率なんですよ。10のマイナス120乗より多分低いですよね。真空エリアはそこに入らなきゃいけない。プラス、ちゃんと素粒子とかも複雑な構造ができるように合わせてくれないといけないの。実は素粒子の標準模型ですら、パラメータのあたりをちょっと変えちゃうとなっちゃったりするので、原子の種類が1個とかになっちゃうんです。だからそれ100種類今原子の種類があるようなパラメータぴったり入ったところだけすごい複雑なことが起こって、そういうところにだけ知的生命体みたいなのができて、だからその人たちが見ると常に、なんでこんなにうまくできてるんですかと、神様が作ったに違いないとこんなうまくいってるっていうのは実は違って、たくさんあるから奇跡的にできてるのは、あなたたちが生まれること自体がすでに奇跡なんですよ。ほとんどのところは知的生命生まれるってこと自体が奇跡的な条件が整った時だけなので、奇跡的生命体が周り宇宙の構造なり法則とか素粒子の種類なりを調べてみると、奇跡的な条件が見えるに決まってるんですよ。そうじゃなきゃその人たちはいないんです。だから存在自体が奇跡だというの話のオチですね。素晴らしい。なんかこうあれですね、貴重感が出てくるんですけどそうですよね。まあでも本当に似たような現象でいろんなところ起こってる。地球もそうですよね。こんなになぜ見える惑星で、こんな恒星との距離がぴったりで、非常にうまくいってるように見えて、普通に考えたらだらけになったり、全然小さかったり、ガスだらけになったりするに違いないと思うんですけど、実際そうなんですよね。そうだ、小惑星は小さすぎて人を住めないですし、たまたま条件整ったところだけにこういうものができたから、逆に見ると、なんでこんな森がすごい立地がぴったりいってないとうまくいかないはずだろうっていうことは、我々の宇宙って言ってるところの中でも全然その変な考え方でも難しい考え方でもないんですよね。そこがよく誤解されて、神ってよくマーチバース昔言われたことありますけど、逆なんです。神様を必要とせずに、なんでこんな奇跡が生まれたかを説明しようとすると、これしかないというロジックなんですよね。で、神様ももちろんいるかいないか誰もわからないんですけど、サイエンスっていうのはもちろん神に頼らずにどこまでものを説明できるかというもんなので、はいはい。ちなみにあれですか、この今の宇宙の中で地球以外にもこういう人間みたいな知的生命体がいるとかって考えますか？思いますね、僕は。なんかいっぱいあるわけじゃないですか、むちゃくちゃ。だから後から見ると無限っていうんですけど、まあ、無限にあるので僕らのいるんじゃないですかね。ただいるかどうかと、その人たちとコミュニケーションできるかは全然別問題。何の問題かっていうと、その自然界にマックススピードがあるからですよね。だから100光年って宇宙のスケールいったら相当近いですけど、100光年に行くには100年かかっちゃうんですよね。光のスピードで行っても。マックススピード行って。マックススピード行ってそうなので。だからまあそれで何万光年って言ったらもう、だから多分コミュニケーションできないんじゃないですかね。ああ、なんか私もなんとなくそんな気がしています。それは全然インテリジェントのこと言ってないんですけど。全然インテリジェントのことを言ってるわけじゃないんですけど。ちょっと遠すぎて会えないっていう感じですかね。そうですね。でも、土星の惑星とかタイタンとか火星とかそういうところに生命体が知的生命体はおそらくいないんです。生命体が見つかったら、それもものすごい人間、こういうのの考え方、生命、いわゆる僕らが持っている生命っていうののできる確率はどのぐらいかとかものすごい変わるから、多分またバーンとものの見方変わるんでしょうね。そうか。今あれですね、火星のこの間あれですね、NASA が岩石かなんか採取したってニュースですね。もう水が流れてたなんてほぼ常識ですからね。僕はこの頃、あと恐竜と鳥が関係してるっていうみたいな、もう人気説みたいな扱いでしたよね。もう肉食恐竜の一部鳥とつながってるの常識ですからね。ここはサイエンスの面白いところですよね。こんなのクレイジーですよ。なんかでこっちまでは言ってないですけど、もうかなりメインストリームに近いような科学の理論で受け入れられてるわけですから、それでこういうことにメインの人たちが考える、マニアな人は考えてましたけど、スティーブ・ワイマンを含めて。なったのが98年ってたった20何年ですからね。本当ですね。世の中の見方ってあっという間に変わってしまうんですよね。数年で十分なんですよ。すごいですよね。すごい。でもこれはやっぱりですか、マルチバースに関しては加速膨張の発見がめちゃくちゃ大きかったですか？そうだと思います。それがそういう方です。ただ前に考えたことない人がいないかというとそれは違って、もちろんただそれがピースが集まってきたっていう感じですね。できて、現代の21世紀の研究者たちで完成になっていったという感じですかね。いやー、素晴らしいですね。で、ちょっとここのマルチバースのまとめとしては、このマルチバースというのは理論物理学により示唆される具体的な病像であるというところ、ちょっとここのまとめに置いておきたいと思うんですけれども。そうですね。それ結構大事なんですよね。この本の中で書かれててですね、超かっこいいって私がこう読んでて感動したと思うなんですね。なんかすごいいいですよね。ふわっとしてることではなくて、なんですか、数学とかそういう観測結果とかと合わせてこういう病像が描いてこられるっていうのがすごいなと。そうなんですね。そこが新しいですよね。例えばたくさんあるなんていうのは、多分インドの山奥にこもれば多分出てくる発想だと思うんですけどっていうかアニメとかにいっぱい出てきますし、それはそれ楽しくていいんですけど、まあ、このマルチバース宇宙論っていうのはなぜサイエンスとしてあるかというと、その観測を説明する現在僕らが持っている唯一の理論で、特にこうぴったり一致しているのが分かるようなことを現在持っている唯一の理論、しかもそれに必要な要素は実は元からあって、何十年もあって、見直してみたらあって、理論はすでに僕らにそう呼びかけてた、あるぞと。それが都合が悪いと思って、みんな見ないようにしてたやつがあるからこそ観測が説明できて、ぴったりこう合ってくるような感触がっていうのが大事と、サイエンティフィックに大事なところはそこなんですよ。だから具体的な病像で、ある程度具体的な病像なので、それによる帰結が後でちょっと話できればですけど、どういうことが起こるかということも予言もいくつかできるいうことが重要だと思って書いたみたいです。ありがとうございます。